いやこのマリオベースボール、今回ちょっとガチで実況していきたいなということで、はい、我々頭丸めて左にグローブつけて実況していきたいなと思います。嘘をつけなさあ来たよいしょマリオファイアーボールズ VS クッパーモンスターズ、ういということで、あれルイージじゃないですかと、うん、今回は、はい、僕と上田さんで協力して最強コンピューターを倒していこうかなと。うわ、ということで今回は対戦でなく、はい、チームとして協力や協力プレイやりましょうよということで、うん、まずは 1P の俺が、はい、バッターとして、うん、まあ、ヒットは打ちたいな。まずは頼むよ。まずは行ってくれ。うん、A ストライクだもん今の。うお、ちょっとマジか。ここは当てたい。そうね、当ててくれ。当てろ。これさマジでいけ。あ、やばやばどういうこと。でも一応仕様としてなんか肩車ジャンプみたいので、そうなんだよ、ね、ホームラン阻止みたいなあったんだけど、うん、ここねなんか空振ったっぽい。まあまあまあ、とりあえず先頭打者ホームラン。マジでナイス。これはもう仕事果たしたから。俺もう寝てるね、そこらで。いや寝ちゃダメです。さあ俺バッター。寝ちゃダメ、寝ちゃダメよ。俺の応援もして。寝てる間にホームラン打ってくれよ俺が。かーもう強いストライクですけど。そうなんだよな、俺もホームラン打ちて。続いてくれ。さあ、いやまずい。いや、いいよいいよいいよ。よしよしよし、ナイス二塁だ。うん、この兄弟エリート野球一家って可能性出てくるよね。本当に強いよ。大谷の息子か分かんないけど。そしてブリコが来た。はい、さあ来た。うん、頼むよ。ブリコで、今回ね、いいんじゃない。クッパだから、まあそうね、俺がワンチャンミスったとしても、うんうん、上田のフォローがあるから。そうなんだよ。いやまずい、もうちょっとそれくる。そうなんだよね。もう一回ホームラン出そうかな。うわ、いけそうだったけど邪魔してくれ。取ったんそれ。ちょ、あこれ一番やっちゃいけないあれだね。そうね、くー、まあでも1点取ってますから。まあ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 、切り替え。これいや、これまずいな。俺のホームラン以降が何も起こんなかったから。そんで相手のレベルが最強レベルのレベル4となってますんで、はい、これ勝っただけでもすごいんだよこれ。うん、そうなんよ。さあここはどうしようかな。マリオソニーと言ってくれ。守備が大事だからね結局。いやほんとそうなんだよね、結局このゲーム守備が大事すぎる。さあフライだ。さあ来た。ただ向こうが、いやそうね、どこに押しんの、どこに押しんの。ホームランこれ。信じられない。やり返された。嘘だろ。普通にはーいみたいな感じで打って。でこいつマジでえげつない肩の持ち主なのかもしれない。さあそんで次は上田がピッチャー。はい、いやでも打たれたくないな、怖いんだよね。あ、いいゴールだ。これはブリコ、ナイスミー。いいね、さすがうちのブリコちゃんだわ。俺が手塩をかけて育てたからね。一応もうワンアウトだけど、うん、どうだ。セカンド、うわ、セカンドブリコガチ強い。本当に強い。マジでこれ守備のもうイチローって呼んでいいよ。いやいいよいいよ、本当に強いから。いきます。ナイスボール。まずはボールで、相手がね4番のクッパだから。はい、さあもう2ボールで出しちゃってるよ、大丈夫。ボールなのか。ここは変化球交えていって。上田大丈夫か。もう3ボールだぞ。そしてゼロストライク。まずすぎる。まあまあまあ、まずワンストライク取っといて、必殺技も一応使っていいぞ。いや、これこれ、頼むよ。え、まさか、そうだろ。え、そうマジ、え、そうだろ。おいおい、だからそのさ、さらっとホームラン出すのやめろよ。よくわかんないけどさ、俺が最初に出したキンキンキンみたいなさ、なんの前触れもなく出すからね、こいつね。そうなんだよな。なんの演出もなく行きやがった、また。ホームランの価値が下がる。え、なにこいつら、本当に。まあここはちょっと、上田さんが不甲斐ないんで、俺が締めますわ、もう。締めてくれ、頼む。これもいいでしょ。パス。オッケー。ナイス。上田さんも強いんじゃない？上田さんも強いけど、うん、プレイしてる上田さんは今んとこいいとこなし。やかましいわ。協力プレイを見せていきたいよ。うん。まずはこれで。わあ素晴らしい。一塁進めたいんだけど、女キャラいないよね相手に。オッケー。メロメロだ。いいここに出しといて。ナイス。え？ねえ。吹っ飛ばされた。吹っ飛ばされた。今爆弾込みでさ、うん、二塁までいけると思ったけど、うん、消されたよね今爆弾。消されたね。意味がわからん。意味がなんか、俺らの知らないテクニックも使いこなしてきてるあいつ。強すぎるぞ相手。マジで強いぞ。いや申し訳ない、アウトになっちゃった。うん、まあ、ここは頼む、アイテム使えるか。俺が、あーごめん遅れた、アイテム使うの。どんまいどんまい。待って、これ相手強いよ本当に。ツーアウトだ。いやツーアウトになっちまった。まあこれちょっと久々使う俺、うん、ね、使ってくれ。まずい、久々ゲージ使っちゃったかも。いやいやいや、まずい。もう一つは使えないのか、ね、普通に打つしかねえ。うん、ストライクだ。この土壇場で見せるのが俺。素晴らしい。ここでバナナ、うん、あー
ちょっと待って、相手の守備がホームラン以外でまだ点取ってないからね、俺ら。そうだね。上田さん頼んだ。オッケー、いきます。三振取ってくれ。オッケー、取りたい。ナイス、ストライク。ここで変化球交えていって。打たれるか。打たれたね。あ、ごめん、上田さん。どうする。上田さん一塁。うん、いやでも俺らの守備もだいぶ連携取れてる。うん、いけるいける。悪くないよ。外側ボール。外側で、まあ次は内側。もういい配球なんじゃない。いいよ。え、だからさ、ちょ、なんだからさ、本当にマジ終わってる、本当に。え、マジで終わってるって。え、これ不正疑っていい、これ。ちょっとこれ、え、ガチ勝とうぜ、これ勝とう勝とう。うざすぎる。いくぞ、いけ。相手は平気でホームラン打ってくるからね。油断すんな。そうなんよ、のこのことは油断できない、うん、全然油断できない、うん、これラスト久田つけよう。そうだね、久田、うん、使っていきたい。ナイス、打ってくるか。いけ。打つんかい、打つんかい、打つんかい。上田さん頼んだ。なんで、はなんで、何、なんか地面がぐるって回ってふざけんな。ここに来てフィールドの特性が発動してしまった。ここに来てもうエース登板していいっすか。エース、木の爺さん。木の爺か。木の爺さん行ってくれ。行こう行こう。ただレベル4にどんくらい通用するのかというところではあるが、まあそうなんだよね。こいつのフォークだ。コンピューターでいけるか。よしよし、通用しそう。いいぞいいぞ。これはさすがエース。うにゃ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 う。釣ってこない。よし、いいぞいいぞ。さすがエースだ。そしてラスト、いったれいったれ。打つんかい。まずすぎる。ここはでも2塁、それ2塁投げたけど、ちょっと待って、向こうに木の爺も通用しないという可能性が出てきた。まずくない、それは。で、俺がまた木の爺を使うのか、うん、木の爺言ってくれ、うん、さあこれコインでどう。ボールとかも使いつつ。そう、いやいいよこれね。ワンストまでは こいつは強くないんだけどな。うん、なんか3ストライク目ぐらいになると急に覚醒するから。そうなんよね。この辺はまだできる。あー、打たれたか。取れる。ピーチピーチ。いや、くそ。いや、くっ。いや、まだ繋がってる。そうだ、まだ繋がってる。ここで、うん、ここでホームランのところ打たれなきゃ。うん、いや、決めるわ、マジで。頼むぞ、ここで俺が決める。テックレスイント。うにゃ、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 うにゃ。どう。ボールかい、さすがに。まあ、打ち、振ってこないか。振ってこい、振ってこい、振ってこい。振れ、振れ、振れ。振ったけど。いや、ガチ運命的。ほんとにうまい。危ね。いやまだ1点で塞がってるけど、ずっと満塁ないよね。ずっと打たれる。強すぎる敵が。うわ、マジきついこの試合。うわ、どうしよう。相手ジュニアか。木の字が逆に良くないという説出てきたけどね。あー、そっか、コンピューターだから通用しないんだよね。どうだ、いったれ。これはいや、ストライクじゃないの。フォーク投げよ、フォーク。ちくしょう、フォーク投げて、うん、フォーク投げて。いや、見切られる、これ。見切られちゃうかな。どうだ、見切られちゃうかな。見切ってくれたね。ブリコ、クソ。だからそれな、やめてくれよ。ごめん、パス出しちゃった。うん、まあ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 。いや、ガチで強い。どうしよう、気の字が通用しねえ。うわ、ピンチを変えてくれ。ブリコ、お前しかいねえよ。本当にこいつしかいない。頼むよ。いいね、ナイスショット。よし、暗い。え、待って、もうさ、マジでさ、マジでさ、飛べた。息を吸うようにこいつらホームラン出すわ。え、マジでなんなの。え、いや待って、ホームラン阻止とかも俺ら戦いの中で成長しないといけないかもしれない。覚えていかなきゃいけないの。まだ逆転ある。うわ、ちくしょう、打つんかい。ナイス、上田さん。いやいや、やっとワンアウト。うん、やばすぎる。くそ、ナイス上田。うん、まあ、操作してんの俺なんだけどね。まあそうね。さあ、ここはアウト。怖いね、ストライク取って。アウト。おお、ラストもうツーストで。いや、もう打つんかそれ。打つんかいそれ。もうやめてくれ。何してんの。なんで取れなかった。もう何してんのデイジー。いやー、ちくしょう、マニアよし、ナイス。逆におびき出し作戦みたいになってたけど。いや、そういうことじゃないんだけどね。まあ、ブリコ行きます。いけ。いや、打つんか。これ取れないか。なぜ。いや、それね、よくないよ。いや、まあまあ一塁止まってくれてる。うん、うん、よかったよかった。ワンちゃん今のアウトにもできそうな感じだったけどな。ピーチが意地を見せてくれなかった。よし。ちゃんとルイージ。ごめんごめん、ルイージくん。どっちでもいい。もうごめん、ほんと何をしてんの。まずいな、これ。いかれたな。いや、ちょっとこれ全然協力できてね、俺ら。まずい。ここちょっとな、難しいな。三振取るのは多分無理なんだよな、こいつら対して、おそらく。じゃあもう打たせて取るみたいなことしかできないが。どういう言うとこも出ないの、こいつら。こいつら出ないみたいだね。なあ、どう、間に合うか。クロスプレイ。いや、早すぎるよ。ええー、クロスプレイでも俺たちこいつに勝てないの。うわ、さあ、行ってくれ。うん、
いやクッパでもホームランじゃない、うん、ホームランホームランホームラン、なんとかして取れないか、なんとかして、なんとかしていけないか、がー無理だよこれは、強すぎる強すぎるよいやこっから勝てる未来が見えないけどないや俺諦めない、ルージーよーしいいぞ、やっとチェンジになった攻撃になったぞ、ここでなんで取れる15点いってくれ、ねえもう取るしかないんだよ、ナイス、あーこれちょうどねえそうよな、マジでそれ取ってくれ、うわ強すぎないちょっと、あ終わったわ、代打マジ来てくれよマジ代打戻る、うわー必殺技、そうそっか、ドン、おうまっ、いや意地見せたのにこいつだからそうなる他のキャラならいけてたよいやもうここマリオ変えてくれ流れを、うん変えるぜ、いやまあそっかマリオが上田なのか、いや必殺技でよかったな今、まあまあまあ打ってくれるなら何でもいいナイスナイスナイス、キャプテンは必殺技1で使えるからね、そうなんだよな、まあまあまあ使えばよかった、ここでいやーなるほどね、さっきの打てるか、いやー、厳しすぎる、むずそう、ガチでむずい、まあここで使うか、うん、いいぞ、うんうん、はい使おうて、いったれいったれ、吹っ飛ばして、うん進もう、オッケーオッケー、よしよしよし、とりあえず何点欲しいもん、1点はとりあえず取り返したいよねさあ頼んだブリコを操作してくれ、うん、ブリコ行きます、恥かかすなよブリコに、恥かかすなって恥をかかすなってまずいな、どうだこれ、うん、終わったか、間に合い間に合い、ダーゼロ点マジで見といて、こっから逆転するから、行くぞホームランだけは、うんこれ取れないか、そうね、いいとこ打ってくんな時、うん、ちくしょう、これちょっと上だ、頼んだ、これ間に合うかな、うん、まあまあまあ二塁ならまだ耐えか、いやブリコも疲れた、疲れちゃったか、よし、マジでここ0点に抑えたい、ほんと抑えよ抑えよ、抑えさせてくれ、いいよ、ワンストライク、ワンスト、いい変化球、でも打ってくるか、取れ、うわー二塁、あーまあまあまあいいよいいよ、頑張ったぞ俺、いいよ、マジでうまかった、上田も、うん、意地を見せてくれよ、見せよ、いいね、ふや一塁、一塁投げて、いいね、いやオッケーオッケー、ツースト取れてるぞ、うん、ゼロ点で取れてるぞ、抑えよ抑えよ、いい打たせで取る戦法だったな、あこれ取りたいな、これ取りたいな、あワンチャンあるぞ、これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、タイミング見て取れ、ナイスマジあるぞこれ、逆転しよう本当に、行こう行こう、こっからでも逆転できる、人生はいつからでもやり直せるというのをこの動画を通してみんなに伝えたい、行くぞ、よし俺が上田さんの恥をかかさないプレーをしたい、頼むよ、行ってくれ、終わった上田これガチで打球ダフっちゃうな、ちょっと難しいんだよね、まあ必殺技使えるキャラを使おう、そうね、うん、ピーチ行こうか、必殺技、ナイスナイスナイス、ピーチ敵に女いないから多分メロメロになると思う、うんうん、オッケーオッケー、これでまず1、これメロメロになって、お、見る見る見るまで行っちゃおうか、見るまで行っちゃおう、どうする、三塁欲張っていく、三塁欲張っていってくれ、俺がこうするからな、ってことは俺がこうするからな、ホームまで行けるんじゃ、バカ、まあ、いいでしょ、よーしよし、強力プレイでランニングホームラン、きたー、俺はナイスすぎるぞ、はい、よしここでまた俺決めるぞ、うん行ってくれ、これで必殺技よ、しゃあ来るか、いやここで成長する姿を見せるぜ、素晴らしい、打ってくれ、うわそれ変わったよ、あ進まない方がいいかこれ、そうね、よしよしよし、いい判断、うん、ここで、うん、必殺技いってくれ、いきましょう、頼んだ、いくぞ、必殺技を使いたい、ナイスだ、いいね、お邪魔の準備、お邪魔の準備、そうだお邪魔もありますか、お邪魔の準備でここ、いやずれた、ピーチ3塁にちょっといけるか、いけないな、いけないから戻ってくれ、ナイス判断、ナイス判断、ここで巻き返すぞ、まずはさらんな1、2塁、ここで俺もまた必殺技使うわ、チャンスいってくれ、いきます、はい、オッケー、ナイス、よしここで必殺技ラッシュ、ここだボヨンボヨン、えっよしよしよ、やばい、じいさんマジで気のじいかよ、ここで繋いでくれ、これねクルーンで回った後早いから、早いよ、あいやまだ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 ワンストライクですか、ワンストワンスト、いいじゃないこれ、落ちろ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 、よしいいぞ、ナイスだ、いったれいったれ、ナイスだ、キャサリンも走って上げて、ナイスだ、やばい、あこれ間に合うかな、ホームホームホームに投げてくれてありがとう、じゃあナイス、上田木の陣に送った、よし送ったぞ、いやいいぞいいぞ、そしてクッパも腐らせたぜ、うん、さあそしてマリオ、マリオのやることで言えば一つだ、あキャプテンマリオ、そうだよな、行ってくれ、邪魔の準備もお願いします、はいここナイス邪魔ちょマリオ2塁まで行ける、気のじいホーム帰って、3塁は無理かな、オッケーオッケー、そうね、これ何対何だ、これで点差は
5対17 12点差。うわ、向こうが帰ってきたね。クッパジュニアか。なるほど、一応弟に継いだのかな。そういうことか。ルイージもいけんじゃねこれね。ひとつあった。あ、まずい。ちょっと使っちゃったな。弾の速さが変わった。そうね、意外と慣れるまで時間かかりそう。ナイスアスリート。いけるか。あ、ファールでいい、ファールでいい。そうね。いや、上田もね、息を吸うようにホームラン打ってくれてもいいけどね。それ難しいこと要求してるからね。ナイスよ、ここね、ナイスよ。マリオをホームに返したい。ナイスだ。いけ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 。ホームは無理そう。ホーム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 無理ホームホーム無理無理無理。ナイス判断。いい判断よ。オッケー、これでブリックを打つわ。おー、必殺技も使えない。そっか。ただ俺はホームラン。ギャークソ。どうもどうも。焦んな焦んな焦んな。落ち着いて落ち着こう。いけるか。ここだ。いやー、まずい。よし、抜けた。いいぞ。あ、ルイージ、ルイージ、間に合うか。間に合い。よーし、オッケーオッケー。いいよいいよ、繋がってるよ、命が。繋がってる。よしよしよし。これ上田か。これ上田です。うん、行ったれ行ったれ。行っちゃってくれ。いやー、ごめん。うん、これね、よく見れば打てる。そうね、ジュニア球遅いから。うん、そうそう、球遅いから。これいけるよ。ナイスだ。ちょっと遅れた。ただ、あー、まあまあまあ、頑張ったよ、頑張った。何点取れた、この回。この回、6点とかかな。5点。あら、うん、まあ、トータルで6点取ってるから、うんうん、残り10点返さないといけない。ただ、俺らならいけるよな。行きましょう。行こう行こう。そのままブリコで、行ったれ。これ、息を吸うホームランやめて、ほんと。ほんとにそう。息を吸うホームランだけはやめて。やめてほしい。ブリコ返す。あ、よし、息を吸うホームランだ、やばい。あ、あ、あ、行ったれ。あーあー。土壇場で成長すんなよ、こっちも。見たか、バカ野郎。ちょっと一瞬絡めてるけどね。そうだ、俺らの意地と気合を見せれてる。いや、激アツすぎるわ。激アツすぎるよ、マジで。よし、ここで俺はちゃんと取るから。うん、三振取るんで。あ、これ、あ、一応そのままなんだ、これ。これファール、ファールだ、ファール。そうね、ファールで。なんか向こうの肩が終わってんだよな、マジで強さ。うー、何回素振りしてんだっていうぐらい強い打球が。いや、マジでこれも一応するかも。マリオ、寄ってきて、寄ってきて。あー、もうごめんごめん、夜の遅れた。くっそー。いや、操作しないといけないのか。うわー、くそー。いや、申し訳ない。その分取り返せばいいからね。取り返そう。いけ。よしよし、ストライク。よしよし、ナイス。2球目。ナイス。いいね、いい守備見せたぜ。よっしゃ。今俺だよね、滑ったの。うん、よしよしよし、ナイスイント。よく反応した。うん、あとワンアウトだからね。ボールか、ボールか。インコース、ボールか。前で強打者のクッパだからね。いや、クッパマジまずい。いけんじゃね。あー、いけないか。いや、滑っちゃった。一塁、一塁で。これはまあまあまあ一塁で抑えれたのでかいよ。うん、ホームランが本当は怖いからね。ホームラン以外ね、正直大丈夫っていう。そうなんよ、感じは。いやー、このね、うわー、くっそ、いやー、強いよ、うまいんだよな、そのアイテム。うん、ホームいけるかな。返せ、いけ。届くか、届くか。いや、届かないか。ガーン、バセーフか。うわー、マジかよ。くしょー、まずいな。点差が開いちまってる。点差が開いてきてるよ。ここでアウト取りたいな。あ、ごめん、滑るの早すぎた。滑るの早いけど、あー、変わるのね、そこでコースが。いやー、ちくしょう、返されるか。いやー、2点取られちゃった。カロンも怖いんよな。滑れ。うわー、ちくしょう。友情コンボ、友情コンボ。いいぞ。あー、でもいやー、前回ね、進んでなかった。そう、あー、再建ぶりこ。まずすぎる。うん。お、ここはアイナイさんだ。オッケー、素晴らしい。よし、ちょ、2点かな、ここ。3点取られちゃったか。いやー、開かせたくなかった、ここ。まあ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 、うん、俺らがと14点取ればいいだけ。よし、ここはまずもう必殺技で進みたいよ。うん、行ってくれ。無駄にしたくない。うわー、なんでだよ、タイミング遅すぎる。ここ、よし、いいね。よし、2度目に修正して、うん、さあ、メロメロになっとけ。いいぞ、ナイスだ。よし、進んで進んで進んで。うわ、うまいな。うますぎる。間に合う？間に合ってくれた。おほほ、なんで投げなかった今。まあ、とりあえずノコノコが多めに見てくれた。デイジー頼んだ。はい、行ったろ行ったろ。フルスイング、フルスイング。デイジー回して行きたい。ナイスよ。さあ、でもこれ取られちゃうかな。戻った方がいいんじゃない。戻れる。はぁ、やばい。あはは、すぎる。くそ。いや、まあ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 、切り替えよう。うん、あとワンアウトだけど、かましていけ。いや、マジか。ジュニアが変化球使い始めてきたからね。うわ、マジ追い込まれた。早いのかよ。さあ、ギャサリン行けるか。バーバー。苦しい。ブラジル対日本みたいなもんよ、これ。苦しいな。苦しすぎる。
まあ、サッカーの話だよな。うん、サッカーの話。それ野球とかだったらブラジルじゃないから。ごめん、サッカーやってたからサッカーになっちゃった。頼んだ。まあ、俺ら日本見してやろうぜ。日本魂。ナイスデジ。一塁投げる。一塁投げる。よーし。オッケー、ナイス。いいよいいよ。いや、ブリコ疲れたからこれ上田に交代だ。苦しいけど頼む、繋いでくれ。行くぞ行くぞ。上田さんさん。あ、てか俺が投げんのか。上田さんを操作するという初めての感覚。はい。あ、やばい。あれ、これまさか。これ、行こう。行ってきて、行ってきて。ここで。はい、来たー、ナイスー、マジで対策できてるぜ。うん、これマジで応援してくれ。ガチ勝つから。勝ちたい、ほんと勝つ。さあ、もう、あとはアウト一つだから。うん、あとワンアウトで。よし、これも取っちゃおうぜ。もう一回、もう一回、もう一回。もう一回取れるかな。もう一回。あ、いけるいける。いけないんだよ、これ。あ、いけないの。フェンス超えてなかった。そういうことか。超えてなかった。まあでもね、うん、ああ超えてなくてよかった。救われた、神に。うん、救われたよ、神に救われた。よかった。よし、俺が投げます。いったれいったれ。ここまずボールでね。なるほどね、フェンス超えないみたいなパターンもあんだね。ゴロゴロ、一塁一塁一塁投げて、ナイスー。いや、ゼロで抑えたの初、初初ではないか、なかったけど久々にゼロで抑えれた。うん、いやー、あと14点。問題はここで何点取れるかないよな。間違いない、久々もいいよ。あ、でも使われたから、これスルーでいい、スルーでいい、一旦スルーしよう。うん、オッケーオッケー、全然いい全然いい全然いい。よしよしよし。で、ここで使えばいいからね。たま見て、タイミング、ナイスタイミング。よしよしよし、ナイスよ。打って打ってく、これポヨンポヨンして、まあ、何塁までいけるかな。二塁はさすがに行かない方がいいな。行かない方がいいか。うん、うん、オッケーオッケーオッケー。危ない危ない、13来た。いや、繋ぐわ。繋いでくれ。さっきもいい、打ったからな。アウトにだけはしねえんだ。いいぞ、落とせ。落ちた。あ、進む。二塁、あ、ちょ、やばい。戻れ戻れ。よしよし。いや、ちょっと今のもったいなかったけど、まあ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 、うんうん、まあまあいっか。よし、はい、マリオ、これはもう一つ技でしょ。一つ技言ってくれ。いきます。よいしょ、ナイス、いいね。これ進もう、これ進もう、みんな。そうね、進んどこう。ここも進んだでしょ。これ進み時だから、じいさんホームまで返せるかな。じいさんいけるか。いっちゃろいっちゃろ、クロスプレー、オッケー、ナイス、クロスプレーな、でかくなったじいさん。巨大化じいさん。いや、いいよ、繋がってる繋がってるよ。繋げた。俺か、ルイージ。うん、行ってくれ。必殺技いきますわ。おぉ、いや、普通にしちゃった。お、でも、いい打球、いい打球。うん、これは一塁で止まった。これ一塁止まってく。ナイスプレー。いいよ、あと12点だよ。遠いな遠いな。あの回の守備崩壊が痛すぎた。うん、いや、まだ過去を振り返ってはいられねえ。いられないよ。あと12点取るぞ。取るしかねえんだよ。もう振り返る暇がねえ。はい、一つ扱って、いい弾き、落ちろ。よっしゃ、二塁で、うん、ここは止まっとこう、止まっとこう、止まっとこう、いいよ、いいよ、繋いでるよ。よし、上田さん行ったれ。上田さん、俺も必殺を使うかな。あ、いいんじゃない、スイート行け。やべ、どうもどうも、くそ、まだありますか、必殺のゲージ。はい、はい、ナイス。こっちでどうだ。オッケー、これ、これいいんじゃない。行ったれ、もう返せ返せ返せ。めっちゃ進む、めっちゃ行こう行こう行こう。回れ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 。行け、上田さん、上田さん、上田さん、何してんねん、上田。なんか俺が怒られてるみたいになってる。あと10点に止まった。あと10点、あと10点、あと10点。いいぞいいぞ、なんか追いついてきてるわ。追いついてきてる、いけるいける。ここも人差し使おうかな。行っちゃってくれよ、行こう行こう。これ欲張り、あぶやぶ、何の演出今。あ、いけ、これいけんね、いけるね。こう欲張っていい、どうする、欲張れ。いや、まあいい。違う違う違う、欲張りすぎるともったいないアウトになっちゃうっていうのが、うんうん、あの研究結果で分かったから。大学の研究みたいな。え、おぉ、盗塁、おぉ、盗塁しようとしたのかな、俺今、わかんない。牽制みたいな概念もあんのね。うん、オッケー、いいよ、ここナイス、邪魔。あー、ちょっと、ずれちゃった。戻るか、うん、一旦、ちょっと一旦怖かった。いや、今、ホーム行けたかな。いや、どうだ、欲張っちゃいけないって言ったからね、うん、欲張っちゃいけないから、うん、ここ下で欲張ろう。もうここは行っちゃおうよ。ここはぶっ放せよ。一気に3点取るチャンスです。すいません。嘘、使ってるよ、やっちゃったんだよね。ここでナイスナイスです、安定に。じゃあ、俺は、お邪魔お邪魔。え、嘘だろ。マジで言ってる。お前、クッパ軍団ちゃうやん。空気読めよ。やばい、あと3回のうちに10点取んないといけない。あ、3回で10点、まあいけるっしょ。ただここを防げればの話だわ。確かにね、まずすぎる。先頭打者クッパか。言ってくれ。打たれちまった、いいぞ。あ、フェアか、申し訳ない、落としてしまった。でもよ、クッパ足遅いから、うん、一塁でできると思うよ。うん、一塁で止めて、オッケー、俺が、いや、行ってくれ。あ、ごめん、離れちゃった。うまいな。さあ、三塁投げてくれ。いけ。はい。ナイスだー。いいね。いい連携だ。ああ。行くぞ。いけ。まずアウトコース。息を吸うホームラン、マジやめてね、本当に。本当にそうなんだよな。息を吸うホームランやめて。ここ。詰まらしていったか。投げて。
まあ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 、まあ、最小限最小限、うん、ここどうしようかな。2ホームランだけが怖い。ナイスアウト2塁。よしナイス、素晴らしい、いい守備だぞ、ガチで10点取ろう。後半の覚醒具合がえぐい。いやどんどん勢いついてる、まるでアルゼンチン対あのフランス戦カタールワールドカップの。なんでサッカーで例えんだよ。これいきまーす。おー、いったね。よし、さてさて、まだ塁に進もう。もんでやめろ、調子乗んな。おー、危ない。いやー、まあ一塁でどうする、止めて。いや、二塁目いく。おー、いくね。二塁目いくか、これはいけるやつ、まあ、こいつ肩強いから、うん、二塁ぐらいで、二塁で止めとく、オッケー。はい、ナイス。よし、ジュニアも疲れ始めたんじゃないか。次誰が来るんだろう。まあとりあえず交代しないのかな。しなさそうだね。 G で頑張ろう。うん、ここも一つ使いたいな。かまして、よし、はずいた、よし、いいぞ。で、ここはよし返したい。よし、ホームに返そう。しかし、ナイス、よし、よし、あと9点、やっと1桁なんと1桁いいぞ、マジで勝とう。うん、よし、マリオだ。はい、まあ、向こうが変えようとしてるのかな。なるほど、向こうもなんかメニュー出るのおもろい な, なんか確かにね。まあ緑カメック、これカメック強かった気がするけど、うん、まあ、やることは一つだ。はい、これだぜ。これしかねえよ、これしかねえぜ。いけいけ、邪魔いけるか、邪魔いけるか。どうしよう、あ、なんかダメだったわ、まずい。あ、ちょっと鼻水ったか。間に合い間に合い、いや、まだいける、まだいける。何してんの。でもマリオが進んでる。おお。気持ちいい、おとりにマリオが進んでた。地味に。え、ありがとうマリオ、気持ちいいおとり作戦成功。おとり作戦成功。まあ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 、繋いでくれ、必殺技もある、うん、ね、そうね。はい、ここー、オッケー、行ってくれ。かませ、邪魔いけるっけこれ。多分いけるよ、邪魔、あ、ないわ、ないか、アイテムない。まあ、ここはおー、危ね、ちょっとね、肩強いな。そうなんよ。いやー、俺ブリコどうしよう、必殺技もないから、ただ撃つしかね。うん、ただ撃つしか、やば。あー、その弾使えんの、やば。画面外のフォークきつすぎ。これ慣れなきゃいけないのか。いいね、あー、やばい、ダフった、申し訳ねー。あー、ステー戻れ、やばい、まー、あー、きついな、くそー。何点取ったこの回。この回ね、1点か。かー、もうちょい稼ぎたい、あと2点、あと2回で、うん、9点取らないといけない。9点、そしてここを0点に抑えたい。そういうことや、いくぞ、いってくれ、かませ。よし、ナイスストライクだ。ワンストライク取って、ここはアウトコースに逃げて。やばい、これホームランのやつ。ホームランか。よし、ナイス、うますぎるわ、通用しねんだ。よっしゃ、よしよしよし、覚醒しすぎ、こっち。いいぞいいぞ、向こうも驚いてんじゃない。弱小高校が急にさ、もう稲妻イレブンみたいな展開だよ。急に弱小高校だった円の守りがゴッドハンド使うみたいな展開になってます。またサッカーアニメだしよ。俺サッカーの方が好きだわ。じゃあこのゲームやんな。野球もおもろいじゃん。うん、おもろいよ、野球もおもろいけどさ、やばい、いや、これ届かないわ。滑るか、まあ、滑るか、あー、いいんじゃない。あ、でも友情コンボ出せるか。まずいぞ、友情コンボで2塁行こう。あ、まあ、とりあえず投げちゃうわ。うん、まあ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 、フィールドが回んなきゃな、今ね。ちょっとあれはきつかったわ、あれはきつかったね。滑ろう、ナイス、ホームホーム、いや、間に合い、いや、間に合わないか、これ。くっそ、10点に離された、また。うわ、いや、きつい。うん、はい、これ高、これ止めようか。いや、無理か。まあまあ、これは仕方ない、うん、まあ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 、最小限だけど、ちょっと待って、相手に流れが来てる。そうなんよな、一旦タイムアウトを取ります。それバスケや。一回休憩挟んだ。うん、挟んだよ。うん、行こう、さあ行け。いや、きついか。ナイス、素晴らしい、なぜか。いや、ナイスセーブ、ナイスセーブ。まあでも、ワンアウト取ったよ。ワンアウト取った。いや、まだワン、あ、ツーアウトだ、ツーアウト。そう、よし、あと一つ、あと一つ、あと一つ。まずいまずい、いや、いけるいける、まずいまずい、ここもかまそうぜ。何しよう、やば、やっちまった。なかなかキャラたちが寄り合わなかった ねなんだ今の、なんか引き分かされたよね。いや、ほんとそんな感じだったんだよな。いや、まずいってこれ、ちょっとまずすぎるな。スリーランホームランでだいぶ稼がれたよ。いくぞー、かませ。いや、ほんとに向こうホームラン打ってくるな。うっす、いったね。カタパタも油断できねえ。いいよ、1塁、オッケーオッケー、素晴らしい。いや、さっきクッパもこんなんでよかったのにな、あいつ。ちくしょう。いや、ここあと2回で13点か。いや、かなり厳しいが。厳しすぎる、行くしかねえ。うん、よし、最初俺か。いや、行ってくれ上田さん、行くぞ。これ行けんじゃない、そのまま。まずいんじゃない、まずいな、くっそ、ね、いや、もったいない。いや、まあ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 、いや、そういう時もある。よし、これピーチは必殺技、はい、安定、行きましょう。あれはやめろよ、恋はやめてよ、恋はやめてよ。まあ、これか、いいね。よし、これで一応2塁ぐらいまでは行きたいんだけども、
どうだ、よし、あー、いけない、あ、いけるんじゃ、いけない、いいぞいいぞ、2塁はいける、これどう、あ、3塁は、うん、3塁はきついから2塁で、うん、よしよしよし、一応必殺技が使えるうちは、うん、まだ安心ゾーンではあるんだよね。そうね、デイジーも使うかこれ、うん、使っちゃうぜ、うん、使うか、うん、で邪魔の準備もしとくわ、はい、必殺技、この必殺技かっこいいんだよね、わかる、で、それでこれピーチホームに返そう、オッケー、よー、滑らせた、いいぞ、滑らせた、3塁行け、うーん、きついかも、きつい、間に合い間に合い、2塁で、ナイス、ちょっと怖かった今、うん、ただ俺らの必殺技&アイテムで1点取り返して、ここも必殺技&アイテムいけそうだぞ、うん、いくぞ、いったね、いやこれはもうスルーでいいや、これスルーでいい、うん、これはもう安牌にスルーでいいんじゃない、いい判断、いって普通にストレート投げてきた時に、うん、使うんだわ、素晴らしい、なんで調子乗んなよ、え、いや調子乗んだよ、うわ、調子乗りすぎマジで、ガチで何なのこれ、普通に取ってくる感じ、これはちょっとさ、審議入れたいレベルでね、悔しいよね、うん、いや悔しすぎる、え、なんでなんだろうな、ちょっと待ってくれ、行くしかねえな、行くしかないんだよ、行くしかねえ、何を言ったって泣いても笑ってもこれが、はい上だ、ブリコだった、ペアか、まあペアでも一応アウト、うん、ナイス、いや上田疲れちゃったよね、そっか、ラスト1回上田に頑張ってもらうか、ここそのまま上田で行くか、ああ他の守備陣ももうみんなね、このちょこのままでいいと思ってると思うから、おお、じゃあ上田の信頼が厚いと、うん、きつい、まずい、はじこ、ここは仕方ない、いけんじゃない、ワンチャン、あー早いね、足早かったわ、重量級だったらワンチャン今のアウトになってた説あったけど、うん、マジやめろ、いやごめん、まあ、きついか、よれよれよれ、はじけ、いやーまあまあこれね、走ってないからね、うん、向こうもだんだんね警戒を強めてきたんじゃないか、うわー、さあ行くぞ、上田モンテがガチ怖え、ね、こいつ打ちそうマジで、うん、マジ本当だ、ごめん、一つ扱っちゃう、使ってくれ、いやマジやべえわこれ、よれ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 、これそのまま取れるか、普通に取れ取れ取れ、取った後すぐ投げる、まあ進んでないからね、まあまあ進んでないから大丈夫よ、よしよしよし、オッケーオッケー、一応ツーアウトこれ、うん、よかった、ほもう息を吐くホームランじゃなくてよかったわよし、はい、ストライク、ここでイン、まずい、ナイス、二塁、一塁でもいい、ナイス、来た来た、ゼロ点で抑えた、あとはここでこれだけ取れるかよ、13点1位13点意味がわからん、ただもう必殺技ゲージもマックスじゃねえのかよ、うわちくしょー、必殺技いっちゃっていいぜ、いい、うん、使わせていただく、これマジ普通に取んないだけはやめろ、よし、ペアで、ペアでどうだ、これは、ね、これは一塁しか無理か、クッパですから無理そうだよね、うん、よしよし、向こうのカミックが疲れてきた、ジーカジーカ、いやジーカとかいう感じで言い訳にしたくないからね、こいつも打てますから、打てますから、いったれいったれ、いや待って、ツーストライクか、落ち着け落ち着け落ち着け、はい落ち着いて、ごめんなさい、大丈夫大丈夫、まあマリオで頼んだ、うん、行きましょう、これはもちろん、いやこれスルーでいいんじゃない、スルーにするか、一旦スルー、一旦スルーで、うん、よし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 、なんか今2個球パンパンってきたろ、確かにこれはちょっと打てないやつ、よし、うん、マリオでナイスよ、ナイスよ、打ってあげて、ナイスで進んでもらって、俺ポインターで打つわ、いいね、この辺爆破、これいいよ、巻き込まれよ、巻き込まれないか、まあここはどうする、いやまあまあまあ一応アンパイにね、アンパイにね、うん、アウトになるよか、マシマシマシ、まだねワンアウトだから、うん、これいくか、お向こうが変えてくるか、うん、向こうちゃん大丈夫な、そいつで、いやでもこういうちびっこいやつがな意外とうざかったりするんだけど、あーそういうこと、まあこれでしょうねまあこれでしょうね、いけいけ、ぶっ飛ばせ、いいぞ、よしまず1点返して、2点は返せないけど、え、何してんの、何してんの、何をしてんの、ええお前何してんのよ、おおこいつらがもう疲れましたって言って走ってきた、なわけねえだろということで、まあ、勝ててよかったね、とりあえず負けてんだよ、というかもう2回で15点取られたんだよ、もうそこが全てが そこが全てだった